皆さん、お疲れ様です。それでですね、本当はさっきの、亡くなった人はちょっといい加減するんだ、冗談じゃねえじゃんと。俺ちょっと他に言いたいことあるんだけど、だけどこれが一番最初だ。あれもう死者が出てるんですよ。何やってんだか。総理大臣だろ、命の恩だ、仕事だろ。それ以外仕事あるのか。安倍総理、何とか言って戻ってきます。はいはい。下がって何やってんだ。俺は他にも言いたいことあるんだけど、これが最初ですわ。人間だろ、まずやることやる。人の命持つなめんじゃないよ。本当総理大臣、ちょっと最初は考えてくれ。なんとか手当てよ。本当自衛隊ってのは軍隊じゃない。人の命を守るためなんだ。何やってんのか。俺が言いたいのは一番これはそうです。そんで俺他にもいろいろ言いたいことある。一応言わせてもらいます。今月11日に安倍総理はこう言いました。最高責任者ですので、私が最高責任者だから、解釈会見私の責任でやると言いました。何を言ってるんだ。本当最高責任者だからこそ憲法を守らなきゃいけないんだ。バカだ。そうです、バカとしか言いようがない。世界中に笑われてるぜ。おバカ。憲法99条知ってますか。99条は権力者がこの憲法を守らなきゃいけないって書いてあるんだ。何考えてんだ。本当もうバカバカしくてしょうがない。俺前に言ったことをちょっと繰り返します。ですね、日本国憲法の前に大日本帝国憲法ってのありました。大日本帝国憲法ってありました。でこれ明治時代に発布したんですけども、その時後ろ国会あります。国会で伊藤博文はこう言いました。伊藤博文はこう言ったんですね。この憲法は権力者を縛るためにあると。これが近代憲法の役割なんですね。そんなこと分かんないのか。俺は大日本帝国憲法にも文句がある。統制権等があったりして結局戦争の道を歩んだ。私はそういうのは許せない。だけども伊藤博文やその当時の権力者はこの近代憲法っていうのはどういう役割を持っているのかっていうのはよく分かっていたんですね。ふざけんな。憲法違反ばっかりしてるやつ、お前みたいなやつ憲法解釈とかそういうことはできない。憲法じゃない。ふざけんな。嘘、こればかりはつらい。それ12日の発言は俺はこれは本当、私は正直言ってヒトラーを超えたと思った。ヒトラーでさえも、私は今までいろいろスピーチしてきましたけども、全権移法っていうのがありました。それを彼は苦労の末に通してワイマール憲法っていうのを乗り越えてしまったんですね。私はそれ非常に腹が立つけども手続きを踏んだんです。ところが安倍さんはどうでしょう。そういうこともなし、選挙で勝ったから、選挙で勝ったから、私が最高責任者だから解釈会見をできる。何言ってんだ。本当まるで世界中に笑われてるぜ。情けなくて情けなくてしょうがない。どうやってんの。本当マジで世界中に笑われてる。頼むから土下座してもいいから
やめてくれ太郎くん。頼む総理大臣、頼むからやめてくれ。権利がない、お前には総理大臣の資格が全くない。政治家の資格もない。バカ野郎、やめちまえ。頼む、俺が土下座してもいい、土下座してそれでするんなら頼むから総理大臣やめてください。